中国超大型の福建空母が進水後、初の航行試験を行うとの情報をキャッチしました。今回は、この福建空母が初の航行試験を詳しく見ていきますね。電磁式カタパルトはアメリカも苦戦していますし、アレスティングワイヤーも電磁式を導入していないのか、新型戦闘機 FC-31 戦闘機の開発も気になるところです。ゼロコロナが急に終わったしね。何をするのかわからんのが中国かな。新たな年である2023年を迎えて、すぐの1月3日、中国の国営メディアとして、著名なチャイナデイリー紙は、中国海軍の最新鋭の航空母艦である、福建に関する記事を掲載し、その内容に、世界が注目をした。チャイナデイリー紙の記事は、中国海軍として3隻目、中国国産としては2隻目の航空母艦である、福建の副艦長へのインタビューという形式で、この2023年中に、同艦が初となる航行テストを実施する予定だとしている。中国海軍の航空母艦である福建は、昨年2022年6月に、新型コロナウイルスの影響で、およそ2ヶ月遅れの進水と命名が行われた最新鋭艦だが、その収益を実現するための準備が、着実に進められることを印象付けた形だと言える。昨年2022年秋に、異例の3期目の長期政権を確立した中国の習近平国家主席は、現在から4年後の2027年に、ちょうど創設から100年目の節目を迎える人民解放軍について、その装備の近代化を果たすと公言している。そのため、今回のチャイナデイリー紙の記事における航空母艦、福建の副艦長のコメントでは、同艦の初の航行テストの具体的な実施日時には触れられていなかったが、2027年を見据えたものであると捉えられている。アメリカの軍事専門家の一部からは、航空母艦、福建は、2023年の春季には航行テストを実施するのではないかとの予測がなされており、彼らが順調に推移した場合、同艦は来年2024年秋季には第一段階の稼働が可能となると目されている。2022年12月中旬には中国海軍の1隻目の航空母艦であり、もともと旧ソ連邦で建造が始められたワディアグをウクライナ経由で入手、完成させた柳安氏が沖縄近海や太平洋に進出して述べ、320回以上の艦載機の発着艦訓練を行ったことも記憶に新しい。遼寧は2012年に中国海軍で就役した初の航空母艦ではあるが、その基本設計の古さや最大で36機ほどと交渉されている艦載機等の装備を勘案した場合、日本を含む西側諸国からは練習用の航空母艦と認識されている。中国海軍では、この、遼寧を、ベースとして、一から自国で建造した、三度を、2019年には就役させているが、これらは、いずれも、艦載機の発艦には、艦首部のスキージャンプ、着艦にアレスティングギアを使用する、ストバー方式であった。このストーバー方式は、ワディアグを旧ソ連邦が寄港した時点から、継承されてきた、艦載機運用の方式であり、すべての航空母艦にカタパルトを装備するアメリカ海軍と異なり、その技術が実現できないために採用されたものだと言える。2023年現在、アメリカ海軍が保有する10隻のミニッツ級航空母艦は、すべて蒸気式のカタパルトを装備しており、2017年に就役した最新鋭のジェラルド・ R ・フォードで、初めて新型の電磁式カタパルトを採用した。電磁式カタパルトは蒸気式に比べて射出する機体の重量に合わせ微調整することにより発艦効率を向上させることが可能な上、
蒸気式で、それを使用する上で必須であった館内への配管設備が不要という構造上の利点も大きいとされている。艦載機の発艦効率の向上とは、同数の艦載機を搭載運用する場合でも攻撃力を高めることを意味すると同時に、配管が不要という構造はメンテナンスの簡便さにつながり、より高い艦自体の運用効率を実現するものと考えられる。しかし、こうした利点はありつつも、10隻もの大型の原子力航空母艦を長年にわたって稼働させているアメリカ海軍であっても、電磁式カタパルトを装備したジェラルド・ R ・フォードの運用には手を焼いたことも事実である。ジェラルド・ R ・フォードは2017年に就役したとはいうものの、昨年2022年までは電磁式カタパルトやその他の並走用の電磁式エレベータの稼働など、新機軸の装備の運用が設計通りに行えず、戦力化に遅延が生じていた。そうしたアメリカ海軍ですら、中運用を軌道に乗せることが困難であった電磁式カタパルトを、そもそもカタパルト自体をこれまで実用化できていない中国海軍が復権で採用すると公言していることには、疑義の声が寄せられている。昨年2022年6月に復権が浸水した際には、この電磁式カタパルトを搭載するであろう3カ所の飛行甲板上には、大きなコンテナのような覆いが施されており、それらは、まだ、設置前の段階だと、ロートの推測がなされてきた。中国海軍では、初めてカタパルトを実用化するにあたり、蒸気式、電磁式ともに、試作を実施した結果、後者の復権への搭載を決定したと言われているが、これが本当に稼働に耐えうるものなのか否かは、まだ未知数と言って過言ではないだろう。そもそも、アメリカ海軍のジェラルド・ R ・フォードは、毎級のミニッツ級航空母艦と比しても、同じ原子力推進艦といえ、ド発電能力はおよそ3倍にも高められており、そこで生み出される電力によって、カタパルトをはじめとする電磁式装備を稼働させている。中国海軍の復権の場合には、推進方式は通常動力型であり、電磁式かパタルトを実際に過不足なく稼働させられるだけの電力を供給できるのかという疑問も、西側諸国からは呈されており、これも、また続報を待つしか確認手段はない。そして、中国海軍の復権において最も注目されている内容の一つが、装備するとされる電磁式カタパルトに対応した艦載機がどうなるのかという点であり、そこには、いわゆる第5世代機の FC-31 の艦蒸気型が有力視されている。これまで、中国海軍の遼寧や山東においては、ロシアの第4世代機である SU-27 系統を、中国が独自にデッドコピーした J-15 が主力艦載機となっていたが、さすがに、カタパルト装備の新型航空母艦には古すぎると考られている。そこで、復権用に実用化させるとめされているのが、中国新洋引き工業集団が、独自に開発を進めている FC-31 の艦載機バージョンであり、稀に J31 とその名称が紹介されることもあるが、J がつくのは中国軍が正式に採用した機体のみだ。そのため、未だ FC-31 と呼ぶのが正しいと考えられるわけだが、もともと同機は2010年代前半には、中国軍幹部から第三国への輸出を機とした機体であり、安価ないわゆる第5世代戦闘機を志向する国々に向けたものだと定義されていた。これが2020年に中国国営メディアの一つである環球時報が、新型の艦上戦闘機が FC-31 の派生型であるとの見方を示したことから、その線が有力視されるように変化し、今では、
最も高い可能性を持つ機体だと考えられている。この FC31 の艦載機バージョンについても、近年は続報が乏しいので、何とも言い難いが、他に、有力な新型の航空母艦艦載機の情報が聞こえてきていない上、他国への輸出の決定も見られないので、概ね間違いではないのだろう。中国は、このように、遼寧、その後、山東、とストバー方式の通常動力型航空母艦を建造したことに続き、福建で、初のストバー方式、つまり、カタパルトを装備した艦艇を実用化しようと、計画を進めてきている。その実現が果たせれば、現時点では、ほぼアメリカ海軍のみが、世界で独占している。空母打撃群の構築に乗り出すことを意味すると解釈されているが、この空母打撃群という航空母艦を中核とした艦隊の名称もアメリカ固有のものだ。アメリカ海軍でも現在の空母打撃群という呼称は2004年秋から使用されることになったもので、実はそれまでは空母戦闘群という呼称であり、その名称変更にはそれらの部隊が持つ戦術的、戦略的な意味の変化が反映されている。空母戦闘群という呼称をアメリカ海軍が使用していたのは、敵の艦隊と、それらが戦闘を行うことが少なからず想定されていたが、空母打撃群となって、以後は、そのような対照戦は想定しておらず、一方的な打撃を与える存在と位置づけている。これは、古くは1991年の湾岸戦争、それに続く2003年のイラク戦争でも示された通り、今やアメリカ海軍の航空母艦を中核とする艦隊に対照戦を挑む敵艦隊など存在しないことを自ら認めたことに他ならない。中国の信用のなさや何をしてくるかわからない状況は現在も健在です。ゼロコロナをやめ、各国が中国だけを対象に水際対策をしていると手のひらを返したように対抗処置を取ってきます。あんな国でビジネスができるわけがないですよね。田中角栄が